韓国ドラマの中には心を温めてくれるような素敵なカップルがたくさんいます。そこで今回は心に響く素敵なヒーリングカップルをご紹介します。自閉スペクトラム症で天才的な頭脳を持つ女性弁護士が法廷や私生活で奮闘する姿を描いたドラマ、ウヨンウ弁護士は天才肌、能力が認められ一流の弁護士事務所で働くことになった主人公ヨンウと、そんな彼女を支える商務チーム職員ジュノの関係が見ていて心が温かくなると多くの視聴者を釘付けにしました。社会性と適応力が少し足りないことで様々な壁にぶち当たっていくヨンウを優しい笑顔で包み込みサポートしていくジュノが次第に惹かれていく様子は胸キュン必至。そんな2人は一度見始めたらついつい応援したくなったり温かい目で見守りたくなるカップルですね。女手一つで息子を育てるヒロインと正義感が強い熱血警察官の恋愛模様を描いたドラマ、椿の花咲く頃、大人気ドラマ愛の不時着やイテウォンクラスを超える賞を受賞し話題となった本作の中で、シングルマザーで小さなバーを経営していることから地元では差別的な扱いをされるトンベクを、彼女に一目惚れした熱血警察官ヨンシクが愛があれば何でもできるをモットーに無条件の愛情で支える姿が共感を呼び視聴者を魅了しました。人生に悲観的なトンベクに純粋でまっすぐな愛情を向けるヨンシクの姿は本当に付き合ってほしいと思えるほど注目され話題に。そんな多くの視聴者の心に響き素敵なラブストーリーを見せてくれた2人は間違いなくヒーリングカップルですね。魅力あふれる海の村で繰り広げられるヒーリングロマンス、海町チャチャチャ。都会を離れ海辺の町で開業した現実主義の司会ヘジンと、できないことは何もない万能ニートのデュシクが海の町コンジンで繰り広げる人間臭いロマンスは見ているだけで癒されると注目されました。美しい風景も合わさり心を奪われる作品だと話題になりながら、揃って笑顔にエクボができる相性抜群の2人はエクボカップルとしても人気を集め話題に。性格も立場も生活のリズムも全てが正反対の2人の中で芽生えた感情を互いに悟られないように隠したり駆け引きをしてみたり、そんな達成志向型の女と幸福追求型の男が繰り広げる駆け引きロマンスはどこか可愛く、どこかもどかしく、最後まで幸せを願ってしまいたくなるヒーリングカップルですね。普通のアラサー男女のリアルな恋愛を描き韓国で多くの共感を集めたラブコメディサムマイウェイ。テコンドー選手として名を馳せながらも引退し、打肉女の仕事をするドンマンとアナウンサーになる夢を諦めてデパートの案内係をしているエラの見せる恋愛模様はそのリアルさから多くの視聴者の共感を呼びました。ただの親友のはずだった2人の前に有名アナウンサーの元カノやハイスペックな新しい彼氏候補が現れ、互いのことが次第に気になり自分の本当の気持ちに気づいていく展開は胸キュンが止まらない視聴者が続出。国民の女友達と呼ばれているキム・ジウォン、そしてラブコメの帝王パク・ソジュン、そんな2017年最高のケミカップルにも選ばれた相性抜群の2人が見せるリアルな恋模様は間違いなく心に響くカップルですね。恋愛の神様と恋愛音痴が繰り広げるはちゃめちゃなラブコメディ恋の取説。女性脚本家が手掛けたことでも話題となった本作の中で、愛を拒否する生まれつきの恋愛上手フンナムと過去に愛を夢見ていた恋愛放棄者ジョンウム、そんな正反対の2人が結婚相談所のキューピッドになり他人の愛を応援しながら次第に惹かれ合う展開はまるで少女漫画のような理想の恋が詰まっていると多くの女性視聴者から共感を呼び注目されました。ラブコメならではの胸キュンポイントはもちろんですが、恋愛の名言や甘くキュートなセリフが散りばめられており、思わずわかるとうなずいてしまう視聴者が続出。そんな
王道のラブコメディを見せてくれた2人も最後まで見守りたくなるカップルですね。いかがでしたでしょうか。今回は韓国ドラマに出てくる心に響く素敵なヒーリングカップルをご紹介しました。どのカップルもついつい応援したくなるような素敵なカップルでしたね。他にも一度見たらやみつきになるような胸キュンカップルを紹介しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。